にちは、まみです。今日は初めてのソロライドに挑戦しようと思います。はい、一応ですね、方向音痴なんで、極度の方向音痴なので、あのスマホを取り付け用のやつをマウントをつけまして、 Google マップさんに案内してもらって、すごく簡単なとこいつも走ってるとこやで。だけどいつもさ、剣のお尻を追いかけてるから、迷わなくてすけど、それがダメ、一人で走るもん。まあというのも、ワカサギのイベントに一人で出ることになってるので、はい、それまでにちょっと一人で走ることになれたいなというのが企画の趣旨ですね。きっかけ、マミ一人でできるもん企画第1弾、パンク修理一人でできるようになりました。第2弾、一人で走ってみます。めっちゃ怖いじゃあ頑張ってください。後で追いつくんで、ちょっと休んでるわ、自転車部屋で。はい、行ってらっしゃい。頑張ります。早く行って10キロやろ。10キロいけるはずだな。いやいや、山あるからさ、40分ぐらいで行って。40分ぐらい、え、じゃあ、20… まあ、1時間経ってもこんかったら迷子になってると思う。いや、水島で待っててよ、追いつくから。今から15分後にスタートするわ。あ、よく分からんけど、とりあえずさ、とりあえずいつも行ってるその水島ね、見えるとこあるでしょ、そこで待っててもらえばすぐ追いつくから。逆にそこで引き返しても合うから、絶対15分後に行きます。絶対曲がる場所が2カ所ぐらいしかないから、最初の町だけ。行ってらっしゃい。頑張ります。はい、行ってきます。では私はゆっくりと15分後にスタートしたいと思います。ようやく7分ですね。そういえばこうやってコデオとかで電話つなげといてやっていけばよかったかな。これあると一人で走ってる意味ないからな。あと半分ですね、15分まで。
します。でもいいかもしれん。食べよう食べよう。うまそう。うん。ミルキー。安いやろ。